でもここ来てなんかすごいこのなんか空いてきましたね。よかった、なんか帰りがスムーズでよかったや。いやで日本のお飯ってうまいっすか？全部食べられる。あ、そのうまいかどうかで言うと。うまいってあの何が？あ、いや日本のそのなんかお店とかで料理食べると、うまいのかそうでもないのか。全部でうまいじゃん。あ、だからそんなになんかこの来るもんはないんですね。特に味とかはまあ別に。ああ、そうなの。ああ、じゃあ、ああ、じゃあそんなに特別日本食がうまいわけじゃないんですね。うん。いやー、だからなんかこう周りの人から話を聞くと日本のご飯ってうまいって言われるから、まあ特にそうは感じないんですね。あ、特にそうは感じないんですよね、この日本のご飯がうまいっていう。感じないですか。いやまあまあまあ人それぞれの好みですから味は。まあでも日本食って何でしょうね、こうお、なんだろう、世界に代表するものってなんだろう、寿司ぐらいかな、寿司とか。寿司はみんな有名な料理。お、寿司って食べました？あ、食べた食べた。美味しいですか？美味しいって言うと、うん、生のものだから。ああ。本当の料理であまり生のものないから。ああ、食べないんですよ。ああ、まあ確かに自分も生の、じゃ寿司食べないんですよ自分。生魚食べるとお腹痛くなるから。はいはい。ああ、じゃあ焼くっていうかその生で食べる文化がないんですね。ああ、まあそれが普通ですよね多分。何きっかけで生で食べ始めたかわかんないですけど。あ、右？あ、はいはい、じゃあちょっとなんか間に車挟んじゃいましたけど。まあまあまあ全然全然。でもこっち日本来るときってお金の方大丈夫だったんですか？ああ、大変でしたか。結構働いたんですか、じゃあ。売って、はいはいはい。ああ、はいはい。はいはい。ああ、じゃあ日本で稼いでから学校来たって感じっすよね。はい、そうでも。いやいや、あの国で誰かに借りたお金を戻すのはあまり大変じゃないかと。あ、はいはい。なんか働いて給料に残って。おお、まあじゃあそっちのモンゴルで借りたお金を日本に来たら、はい、働いて、はい、返したってことですよね。そうそうそう。ああ、あれか、物価が違うから日本円だとモンゴルでは結構な金額になるってことですよね。高いですよ。おお、それなかなかおいしいことしましたね。おいしいっていうか、なんだろう、おいしいですよ。だと高くなったらもうもっと美味しいですよ。なんだろう、このこうなるんだったらいっぱい借りておけばよかったみたいな。い
やーでもそういうのがあるんですね。はい。美味しい。ああまあ確かに。まあ結果としてはお金がちゃんと返ってくるから、まあ本人としてはいいっすよね。いやーでもこうやってなんだろういろいろじゃ苦労されてるんですね。今の仕事辞めたら私が困るんですよ。今の仕事辞めたらなんかやばいんですか。やばいですよ。あやばいんだ。大人の問題が。ああ、それはいはい、いろいろな問題があります。おでもそれ結構まずいっすよね。余裕がないって意味では。あすごいですね。いやー頑張らないと。おやばい。そう、それはなかなか。おお、なんかすごい株の集団が。あ、いや自分就職しないですね。あの自分で仕事作るので、そう、そうです。自分のお店でこのギターも直すし、バイクも直すし、車も直すってことするんですよ。あ、そういうこと。そうです。だから就職はしないですね。でもあれですよ、日本の場合って就職してもあの初任給すごい安いので、なんだろう、日本で。ちょっとモンゴルがどうかは分かんないですけど、あの日本の給料はめちゃめちゃ安いっすよ。あの日本で生活してる時はそれは安いっす。ちょっと日本でなんだろう、まともに就職するんだったら なんて言えばいいんでしょうね。ちょっとなんかなんていうか、まともなところは少ないかもしれないですよね。まあ、頑張ってそれが身になればいいですけど、やっぱりやらされることがこのなんていうか技術にならなかったら意味ないですから、雑用ばっかりされてそれで技術がなんか磨かれるわけじゃないですからね。はい、大変。いや大変なんですけど、やれないことはないと思いますね。あの結局お金借りて会社って起こせますから、銀行とかから。だからそういう意味ではまあ簡単って言ったら簡単になるんですけど、いわゆる会社を作ってからが大変なんですよ。そうあの多分作るのは誰でもできるんですよ。それを繁盛させて利益が出てくるまでが多分大変だと思いますね。だからなんだろう、このただ日本の法律って結構なんか世界的にはすごい恵まれてて、例えば自己破産ってまあこんなこと教えてもあれなんですけど、なんかこのいわゆる会社作って失敗してすごい借金を背負いましたって言っても、自己破産っていう法律にのっとった処置を行えばその借金がチャラになるんですよ。借金がなくなるんですよ。で、まあもちろんそうすると社会的な信用がなくなって、いろいろそのなんか契約がいろいろ通りづらくなるんですけど、それも結構何年、3年か4年だった気がするんですけど、それを過ぎたら問題なくなるみたいなのが法律でありますね。まあそれをなんかそれ聞いたからって言ってやるのもどうかとは思うんですけど、まあでもそういうのがあるから、まあ最悪どうにかなるって言ったらどうにかなりますね。はいはい。
まあ修行というか、いろいろな受けたらもらおうとね。はい。それがないですか。援助みたいなのはないと思うんですけど、ちょっと自分が知らないだけかもしれないですけど、最初の年間それが何の話か分かんないですけど、なんかが法律的になんかもらえるものがあるんですかね。ちょっとその詳しくはちょっとそこ知らないんですけど、あるんだったら活用した方がいいですよね。やっぱりなんかこの日本でやれることって世界の人から見たら相当いい環境ですから、ここにいる環境をなんか最大限利用した方が得だとは思いますよ。あ、はいはいはい、その仲間たちとですね。もうそれがなんかやっぱ人が多い方がいいとは思いますけどね。特にもう自分みたいに一人でやるってなるとなかなか限界はありますから。あれ、こっちどこですか、右か左どっちですか。あ、右。あ、じゃあこの車、そのまま車線このままでいいんですね。はいはい、あ、はいはいはい。いやー、だからなんていうか将来自営業って一人なんか会社作ってってこと考えてるんだったら、なんか今のうちからこう計画立てて、卒業してからまたなんかそういう準備に入った方がスムーズかもしれないですよね。これバス抜いときます？そうですね、なんかバスが多分邪魔になるから。いやー、でも確かにもうなんかこの学校入ってくるなんか理由持ってないと、なんかこういう話って多分普通の人ってできないんですよ。だからなんかこっちまで行けて将来のことを語れる人ってなかなかいないので、なんでしょうね、この同じ同級生に聞いても多分まともに話せる人少ないと思いますよ。いや、お腹すいた。今19キロ。おお、あともうちょいですか。33分。いや、しかしやっぱ結構走ったら疲れますね。もう300キロですね、今日。でもギリギリ届かないんですけど、あと13だから、そっか、あと4キロ足んないや、300キロに。でもそれぐらい久々に走ったってことで、もう300キロ走るきっかけあんまりなかったので、最近は。初めてです。初めてですか。なんかこのバイク買ってからはだいたいもう140キロぐらいが最大だったので、はいはい。いやー、だからあんまり、そうっすね、この300キロ走ったのが久々すぎるから、もう左手今痛くて。前乗ってた 250cc だったらまだ良かったんですけど、もうやっぱこの大型のこのクラッチの重さは辛いですね。今もこの明日多分筋肉痛っていうか、ちょっとしばらくこの痛みが抜けなさそうなんですよね。でもだから大変だなっていう。
しょ。スーパーとかで買い物したりします？あ、そうかそうか、食べ物はそうか、食べ物はさすがにスーパーで買いますよね。ああ、それは買いません。あ、買わない？買わないですね。どこで買うんですか、じゃあ。帰って多分料理作って食べるか。ああ、いや、それの食材。ああ、家に帰ったら。あ、そのな、まあ、なんだろう、このトマトとかなんかそういうのは買ってるってことですよね。あ、まだあのベルも買ってます。はい、はいはい、はい。あ、まあ、素材は買うんですよね。あ、でもこう自炊できるのはすごいですね。そっか、この新車で買ったからもうそろそろ、あ、そう、もうオイル交換のやつ早速予約しないとでも不思議ですよね、この新車で買ったらなんか1000キロでオイル交換って、なんかこの慣らしが必要とか、慣らしって本当に